おしゃマンデより C62 の10連となった急行ニセコ3号は、軽やかに二俣駅を過ぎ、黒松内を通過していく。黒松内駅は、寿都鉄道の起点の駅であり、このボールドウイン製8100型が遅くまで残っていた。ニシンと鉱物の輸送で活況だった寿都鉄道は徐々に錆びれ、最後は悲劇的な結末を迎えたのだ。寿都鉄道は国鉄岩内線の延伸計画に期待し、県土従来を長く期待し続けていた。岩内線が延伸し、函館本線の勾配緩和を図る国鉄のアイデアに市が見つき、多くの従業員を生活を脅かした。寿都鉄道の最後のゴールドウィンの2両は、多くの鉄道ファンを魅了。末期には走る姿に出会えることは貴重だった。今回はさらに東の2両のゴールドウィンに、優別炭鉱鉄道より登場してもらい比較も行いたい。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。明治5年10月14日に新橋汐留間に鉄道が開業して以降、国産の蒸気機関車が登場するまで、米国や英国から機関車が輸入されていたことは、皆さんもご存知だろう。こうやって、高輪築堤を走っていたんだよ。そうだね。1号機関車は英国のバルカンファウンドリーの機関車だったが、今日は米国のボールドウィンの機関車の話だ。アメロコね。ボールドウィンの輸入機で大きいのはこの9800型のマレーだね。マレーって、箱根越えとか、東北本線の黒磯近辺の勾配などにアルコなどとともに随分輸入されたよね。ボールドウィンの機関車って、配管類がこの通りごちゃごちゃしているのが特徴だそうだ。確かにごちゃごちゃしているわね。小さいところだと、明治村のこの9号がボールドウィン製だよ。2両動いていて、もう一方の12号はシャープスチュアート製なんだよ。本当に短い乗車なんだけど、動くボールドウィンに会える貴重な体験を味わえる。本物だからね。蒸気は定期的にメンテナンスすれば、永遠に動き続けられるんだよね。私も永遠の命なんだけど、お金がなければ生活できないから、難しいもんだよ。時代に逆らわずに、しっかり稼いでね。私はボールドウィンの特徴の一つにこのシリンダーボックスの形があると思っている。ほら、この HD テンダーのシリンダー部の形状もそっくりだろう？配管やコック類もごちゃごちゃしていると言っていいのかな。8100型は勾配線区の客貨両用の蒸気機関車として20両が米国のボールドウィンから輸入されたもので、東海道線山北沼津間や新越線軽井沢直江津間で使用されたが、後に北海道に集められ、太平洋戦争後まで全車が使用された。その後、道内の炭鉱鉄道などに払い下げられた。この鉄道の8108機は、元鉄道員の8119で茅沼炭鉱で使われた後に、鉄道に8105と共にやってきた。軸配置は 1C のモーガルなんだね。C56 と同じじゃない。重量も軸重も C56 と極めて似通っている。全長も15メートル程度で似通っており、動輪が C56 の1400ミリに対し、1219ミリだ。牽引力は？C56 と近似の8900キロだけど、動輪が小さいから空転を起こしにくかったかも。北海道では軸重の軽さを生かして簡易線で重宝された。C60 20連急行ニセコが通過する黒松内から、大量の水揚げがあるスッツ湾のニシンの輸送を目的に大正9年に地元資本主体でできた施設だけど、戦後はニシンが取れなくなったり、鉱山が廃止となり、スッツ鉄道は多角経営に乗り出した。DL も北海道で初めて導入したり頑張っていたけど、冬の除雪費用も出ないくらい自利品の経営となったが、運行はなんとか維持していた。なんでそれほど鉄道経営にしがみついていたのかしら？鉄道は国鉄岩内線の延伸で、函館本線山線の勾配緩和のプランを信じていたんだよ。そうすれば起死回生会社はなんとか持ちこたえると。確かに海沿いを走れば上目納やくっちゃんの峠は避けられるわね。昭和48年4月20日に会社は運輸省に運休を申請。その前日の新聞には、このように書かれていた。10人じゃどうしようもないね。機関車を引き出してくれるなんて、親切よね。会社は従業員の失業保険の金も使ってしまうありさまで、従業員解雇、未払い賃金で大きな社会問題になった。その後バスの運行を細々とやっていたが、岩内線が廃止する発表があり、鉄道はついに心が折れたのだろう、生産の手続きに入った。
大事な8100はどうなったの？二両ともどこにも行かず、昭和47年鉄道廃止とともに廃車となって、会社も厳しい環境だったからクズ鉄として売ったんじゃないか？そうか、かわいそうにね。霊夢はこのくっちゃんの二つ目96が走る岩内線に函館本線につなぐ延伸計画があったなんて知らなかったよ。私もだ。地図で見る限りでは峠を避けられる良いルートに思えるけど、日本海側の厳しい環境はどうなんだろうね。確か96の二つ目の理由はくっちゃんからの胆振線での落石での破損対策だ。岩内線ではないけど、急行ニセコの前にやってくる函館本線を走る筋で有名だった。今日はそうして静かな街になったけど、欧州に落ち延びた弁慶がここに逃れてきて、仲間を待つという伝説があって、その像が岬に立っている。そうか、スッツ鉄道が待ち望んでいた、岩内線が来なかったこととオーバーラップするな。さあ、ここは釧路の釧網本線と、根室本線の両方が乗り入れる鉄橋だ。釧路の港には石炭を積み出すための大きな港湾設備があって、そこにボール動員が活躍していた。それが湧別炭鉱鉄道不等線で活躍していた、この9224で明治38年に輸入したボール動員製のコンソリだよ。当初は陸軍省が手に入れ、満州に送られた。1D のジップ配置だからさっきの8100より大きいねー。満州からすぐに戻ってきて、それからずっと北海道だった。湧別鉄道に来たのは昭和25年のことだよ。小さい旧線型を小根というのに対して、でかいから大根と呼ばれていた。満州に送られたのは、日露戦争のためね。飽和式蒸気で、その後登場した96に追いやられる格好だったが、50両も輸入したので、戦後まで各地で活躍。奥羽本線板谷峠では牽引力足りずにトンネルで停止、乗務員が失神し逆走して脱線転覆という重大事故を発生させてしまう不名誉な記録もある。その事故が引き金になって、4100の輸入を急がせることになったんだよ。湧別鉄道に来てからも10年ほどで、他の機関車に置き換えられているね。そうなんだ。もし現存していたら、戦艦三笠の横で保存されたかもしれないねー。三笠公園には D51 を模した横須賀市緊急用飲料貯水槽があるから、生きながら得ていたならあっただろうね。9200のテンダーは11トンの水が詰めるんだよ。C59 だと25トンだね。あ、C56 じゃない。1001って確か湧別炭鉱のだよね。そうだよ。三菱に自社発注した C56 そのもの。湧別鉄道廃止直前、テレビコマーシャルで真っ白に塗って登場蒸気ファンを落胆させたやつな。この後ろについているのが、9046。ボールドインから美媒鉄道が大正7年に輸入した 1D のコンソリ。ほぼ旧線型に近いスペックの小さいコンソリで昇魂だね。そして昭和25年に湧別炭鉱鉄道に売却され、9046と名付けられた。湧別炭鉱は以前紹介しているけど、巨大な炭鉱がある日突然消え去って、鉄道も運命を共にしたんだよね。昭和45年だったね。その頃は日本は高度経済成長真っ盛りで、多くの従業員は苦労はしたけど、再就職は絶えかなかったようだ。50年以上も経ち、もうここには立ち入ることが極めて難しいって。携帯も通じないところで、ヒグマもいるしね。病院とか煙突かあるようだけど、鉄道の遺跡はあまりないようだよ。鉄橋はあるみたい。釧路の美しい夕暮れ。ここは、釧路の西の市街にある山花駅。さっきの C56 と昇魂9046は重い木材を乗せた貨物を引っ張って釧路に向かっていく。このお母さんは今晩どんなご飯を作るんだろうね。子供たちももう後期高齢者だろうけど、元気でいてほしいね。本当にそうだな。今日は米国ボールドインの機関車を中心にお届けしました。興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また見に来てくださいね。